国連人権勧告の実現を実行委員会の方で院内学習会を始めたいと思います。たくさん議員さんとか秘書の方もいらしていただいているんですけれども、ご挨拶とかはまた後でさせていただきます。じゃあ、はい、早速ですけれども、では、最初のプログラムのところに、水岡議員さんのご挨拶が入っているんですが、それがご本人のご都合で後ろの方に回りますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、主催者挨拶、関口さん、よろしく。こんばんは。全国最新病者集団の救急者ヒットですけど、病観察ウイルスのネットワークというのもやってます。精神障害の当事者です。国連人権勧告の実現をというのはですね、 2013年の9月27日に第1回学習会を始めまして、 これまでにたくさんやってますね。 34回の学習会を重ねてきています。 そして、2013年の12月14日に、 全ての人に尊厳と人権をということで集会を行いました。でそれ以降ほぼ毎年のように集会とデモを繰り返してきました。で今2021年ですけれども、ご案内のように入管施設の、入管法の解約が一応やめになりましたけれども、非常に恥ずべき状態ですよね。日本に来られた外国の方を拘束して、死に至らしめる。普通刑事施設を含めて、つまり国というものが人を拘束したりなんかした時は、その人の人身を保護するというのは前提になってるはずなのに、 その中で死なせてしまうという、とんでもないことが起こっているわけです。これに関しては、心筋のグループ、作業部会がですね、日本政府に対して、意見書みたいなものを出しています。で、入管施設に対してもよろしくないと。で、日本政府に対して心的抗菌の、グループが、韓国というか、その現象を出したのは、精神障害者の問題が2件、それから沖縄で1件、それから入管で1件みたいな、そんな感じになってます。で、もちろん人権の問題というのは、決して恣意的抗菌だけに限るわけではないです。で、日本が批准している国際人権条約は、かなりたくさんある、10個ぐらい、11かな、 あるはずなんですけれども、問題になってくるのは、それがきちっと守られてるかどうかというところが非常に怪しいと。で、なんと安倍内閣の時にですね、国連の人権の勧告は従わなくていいんだみたいなことを閣議決定してるわけですね。とんでもないことだと思います。で、人権の、条約の もう一つの問題点は、いわゆるその日本はその個人通報制度に関わることに関して、特別議定書っていうか、通報していいよというところはほとんど批准してないんですね。批准してるのもあることはあるんですけど、ほとんど批准してない。なので、恣意的拘禁の場合は、緊急性を要するので、別に、 裁判で、スパイがつまりその最高裁まで行って負けてからっていう話ではなくて、通報ができたわけですけれども、それ以外の人権条約については、非常に心もとない状態に置かれていると、いうことです。今日はですね、こういった状況に置かれている日本が、今後、本当に世界に誇れる人権大国になっていくためには、というのは、日本は人権理事会の理事国なんですね。で、 それにふさわしいことをちゃんとやっていくためには、どういうことをやっていったらいいのかということを考えて学習していくような学習会になると思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
ということですけれども、講師の方のお話をお伺うことにしたいと思います。本日お招きしているのは神奈川大学名誉教授でいらっしゃる山崎浩志さんです。日本の人権状況をなんとかしていくために何が一番役に立つのか、大切なことか、いろいろお話がいただけると思います。よろしくお願いします。 ご苦労様です。じゃあ進めさせていただきます。今画面に映らせていただいておりますが、これはペーパーで映っているのと同じでございますので、まあ、気休め程度にご覧いただければと思います。で、私もこういう院内学習会とか各政党の勉強会とか 7、8年前までは、 それこそ年に10回以上、20年ぐらいにわたってやってきたんですが、7、8年ぶりに来たところ、入り口からしてなんか様子が違いました。これ本当に参議院議員会館かと、昔から知っている者にとっては、なんかあまりにも美しすぎて、ちょっと落ち着かない状態でございますが、あまり気にせずに見ていただければ幸いでございます。で、先ほども、早速入らせていただきます。 関水さんから少しご案内があったんですが、今日の焦点が後半には人権条約に基づく個人通報制度になるわけですが、私もこれを依頼されてからしばらく考えまして、この条約に基づく個人通報制度は選択議定書を批准するとか、あるいは人種差別撤廃条約の場合ですと特定の宣言を 日本国家室という道具立てが必要なんです。ですから現時点では使えないわけです。ところが現時点でも使える国内制度とか、あるいは国際制度って実はあるんですよね。で、個人通報、苦情申し立て制度なんですが、これをどんどんやって、例えば移住連の皆さんとかはすでに使ってらっしゃるわけです。で、それで勧告が出て、日本政府が 愚痴愚痴して従わないという実績を積み重ねることで、個人通報、国家がですね、国家の行為が国際的な舞台で国際的な人権基準を物差しとしてああだこうだと言われることに日本政府に慣れていただくと、これが一番大事かな。で、慣れていただくためには皆さんのような市民活動をなさっている方々、もう力がまあ第一の 推進力ですし、で、第2番目はやはりメディアの方々の力をうまくコラボする必要がある。で、最終的にはやっぱり国会議員の方々のご助力をいただいてですね、国会の場で各種委員会、外務委員会であれば法務委員会であれですね、厚労委員会であれ、本会議であれ、使えるものは使っていく。で、今日私が一番最後の方でちょっと述べさせていただくのは、 参議院にある委員会があって、行政の苦情申し立てを受け付けるということになっています。これは江田五月元議長さんが中心になって98年にできたシステムで、最初の頃頑張って使ってたんですが、今どん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 オンダウンしましてね、なんと委員長を野党に渡すというね、自民党が舐め切ってる状態でございますので、これなんか明日からの活用できますので、ガンガンそこに申し立てをしてですね、 で、その文書等は新活動をなさっている皆さんがご用意されると。で、それを事前に、あるいは事後にですね、あるいは審議中にメディアの方に、説明をされて、どんどん書いていただく。で、そういうような、うまいコラボレーションのつながりができれば、今我々が持っている制度の中でも十分に頑張っていける仕組みはあるんです。ですから、新しい制度が あった方がいい。その通りです。その前提として使えるものを使いましょう。この今日は2本立てのお話をさせていただければと思います。で、よろしくお願いいたします。では、こちらにちょっと、まず私の問題意識はすでに申し述べたところでございますが、1、日本の人権問題を抜本的に解決するためには、今使える手段は何なんだろう。これが不十分なら、
どんな仕組み、まあ、新しい仕組みですねが必要になる。現状を把握して、それは各種の人権課題に取り組んでいらっしゃる当事者の皆さん、そしてその、支援をされている皆さんが一番よくご存知で、今まで大変ご苦労されて一部こう閉ざされているドアを開かれてきていると思います。で、それを今後もずっと続けていく。で、そのプロセスで今使えるのは何なんだろう、それをもう一度確認する必要があるだろうというのが第一点ですね。で、今ある制度を散々うまく活用したところで、まあ、限界があるというふうにお気づきであれば、じゃあプラスアルファの新しい制度は何が必要なんだろうか、ここが2番目の私の問題視点で、そうだとすれば、新しい制度を作る場合どういったことが今後可能なのかということを非常に短い時間ですが考えていきたいと思っております。で、まず現行制度で使える手段を考える大前提として、日本国憲法に基づく今の日本の私どもの法制度、人権保障の制度がどうなっているか、これは当たり前の話なんですが簡単に確認します。 1-1 人権保障の枠組みでございます。国には個人とか集団がの人権が邪魔されたりした場合、個人とか集団を人権侵害から保護する義務がございます。で、これは日本国憲法上の義務であると同時に、自由権規約、社会権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約、女性差別撤廃条約、障害者権利条約等々の日本に入っておりますから、この条約の締約国として日本国の義務になるんです。時々気がつかないかもしれませんけどね、とんでもない話、気がつかない場合には気づかせてあげるのが国民の役割であると私は思っております。で、この憲法そして条約に基づく国の義務を果たすために、まあ、憲法自体があるのがそれを果たす第一の章さですね。で、それに基づき各種の法律を作っている。で、それは、まあ、法律を作るのは国の役割で、その法律、憲法に基づいて国を動かしていくのが行政の役割、裁判所の司法も当然でございます。こうした行政立法、司法三権がこれらの国の義務を守るために頑張っているというのが、頑張っているというか頑張ることになっているというのが現在の仕組みでございます。しかし残念ながら、特に人権侵害に対する関する救済、そして私が最近極めて重視しているのは予防ですね。医学であっても病気になったら怪我したら頑張って治す、でも本当はかからないのが一番だというわけです。で、そういった意味で救済予防に関して今ある行政司法機関は本当に先ほど申し上げた国の負っている義務をきちんと守って実施してんだろうか、これは相当クエスチョンがつくところでございます。で、まずどういうところに不備があるか一つずつ見ていきたいと思います。まず行政救済が足りないということですね。で、日本は国とか自治体、人権 NGO など民間団体が本当に多重的、多元的に重層的に、まあ、人権相談とか救済活動をしていることになっております。で、実際しています。で、国の機関では人権擁護局、人権擁護行政、法務省ですね、で厚労省の、地方労働局の雇用均等室、雇用均等行政、内閣府の男女共同参画行政などで、自治体、都道府県におかれては行政事務所、児童相談所、福祉事務所、青年・青少年相談センターなどがこうした役割を担っていらっしゃいます。しかし、これもご案内の通り、特に移住連の皆さんは日々戦ってらっしゃるテーマと思われますが、法務省には刑務所、拘置所、入管等々の、公権力によって公金する機関がございます。強制局とか東日本センター等々を所管する、例えば入庫管理庁などがやっておりますが、法務省が人権擁護行政を一方でやっている、守ってるんですね。で、他方で、いじめているわけですよ。
その守る側といじめる側が同じ法務大臣のもとにぶら下がっている。私もこれ何回も国会とかあるいはその他の場でですね、意見交換、法務省の、人権擁護局の方と膝詰め談判をしたところ、いやあ今最近はあのお花見のシーズン、花見で叫んじゃいけないんですが、当時はそういう事態じゃなくて、最後の切り札の課長がおっしゃったのは、我々花見でも、その人権擁護にを携わっている部署の方と、共生局とか民間局の人はご一緒しません、だからどうしたんだという話でございますが、それで納得できるか、私もご一緒したいぐらいの感じでございましたが、そのような言い訳をされていました、まあ、どうでもいい話ですが。で、人権救済は民間でもなさっていて、例えば日弁連とか東京弁護士会とか会員会には人権擁護委員会というのがあって、人権救済の申し立てについてかなり丁寧に審査されます、まあ、よくあるのは警察による拷問とかですね、人権侵害について、この委員会、弁護士会の委員会が結論を出すんですが、まあ、梨のつぶてであることが多い、つまり強制力がないわけですね。で、放送人権委員会についても同じことが言えます。だいぶ時間が迫ってますので、どんどん行きたいと思います。それから司法の限界でございますが、人権侵害差別の被害者は金銭賠償等を裁判によって求めることができます。しかしこれは残念ながら、一旦人権侵害が起きてからの事後、その後の後処理なんですね。被害を受けた本人は行為者をまず特定しなきゃいけない、大変なんですよ。で、行為した人権侵害した人がお前が悪いということを被害を受けた側が立証しなきゃいけない、これ大変面倒くさい、時間もかかる、金もかかる、大変なことです。なんでそんな負担を負わなきゃいけないのかということなんですね。弁護士費用、訴訟費用もかかる。そして日本の裁判、原則公正にやりますから、公開法廷です。公開ということは、自分が受けた被害を皆さんの前で喋らなきゃいけない。場合によっては二次的な被害、三次的な被害に多く思ってしまう。で、それを頭の中で想定すると、じゃあ本当のことを公開法廷で喋るのやめようかとか、めんどくさい、裁判を起こすのやめようかという時短打を踏んでしまうケースが非常に多いです。で、それを称して法務省なんかは、いや、めったに人権侵害についての訴えとか相談がないから、この世の中にはそういうことがないんだと嘘吹くわけです。いい加減にしろという話ですが、すみません、15年ほど前に延々と法務省とやってたことを思い起こしましてですね、一人熱くなって誠に申し訳ございません。さらに個別のケース、ケースバイケースで救済に当たるというのが司法救済です。最後は裁判があるからいいだろう、まあ、それはそうかもしれないけど、 A の事件、 B の事件、構造的な根源が同じだとしても、 B の事件に勝訴した、A の事件は敗訴するかもしれないということになるとどうなんだ。先般 のアスベスト石綿被害について、まあ、画期的な最高裁の判決がやっと出て、総理が翌日謝ったとき、今頃謝るんだったら20年前に謝ってたらよかったわけですが、まあ、大体そういう仕組みになってございます。ですから被害を受けた人にそれを社会化する、社会問題化して、そして救済される、その負担を押し付けていいんだろうか、それは社会正義に反するんじゃないかという問題意識は、皆さんもお持ちであるかもしれません。つまり司法救済の欠陥というのは個別救済に限っちゃうわけで、構造的解明とか抜本的解決はなかなか難しい。で、それが仮に、まあ、今回の石綿事件なんかでも可能であるとしてもですね、その何十年にもわたる当事者のご努力、苦労、社会的に批判されつつ頑張ってやってこられた、そういったご苦労というのをその当事者の一部の頑張った方々だけに押し付けていいんだろうかという社会正義の観点から、皆さん思うところはあるところだと思います。ということを考えますと、やはり、現行制度、今の制度で使えるものを発掘してですね、発掘ということもない、
埋もれているとしたら再活用して見る必要があるんだろうというわけです。でまず、現時点で使える国際的手段でございますが、個人通報制度と広く言った場合、条約に基づくものと国連憲章に基づくもの、国連用語で言うと条約メカニズムと条約外メカニズムと言います。で条約メカニズムはなかなか選択議定書なんかに入らないと使えないんですね。で日本国サボってますから今使えません。ところが条約外メカニズム、憲章に基づく、日本国国連に入ってますから嫌だったらやめろっていう話で、まさかやめるわけにいかないから今でも使える個人通報制度、苦情申し立て制度があるわけでございます。今日お集まりの皆さん方の中にもこれを日々活用されている方がいて、実は私もその方々のご努力からちょっと拝借してお話しさせていただきます。条約に基づかない個人通報には大きく分けると2つあって、国連人権理事会に申し立てる制度、これは大規模侵害できる証拠のある一貫した形の人権侵害について訴えると、日本国からもいくつかすでに訴えが出ています。そして今日焦点を絞るのが、人権理事会の特別報告者とか作業部会に苦情申し立てをする、これに使います。で具体的な成果が出ているのを2点掲げました。国連の恣意的拘禁者作業部会というところに訴えたケースでございます。でこの委員会が何かというのは時間の関係でお読みいただければ幸いでございます。で日本からの通報に関する作業部会の意見の括弧1、これ非常に具体的なケースですが、 H さんという方が、通報されたケースで、まあ、長期間ホテルに滞在されていたようで、ある時に、まあ、何らかの都合でベッドを汚してしまったと。でその間、まあ、詳しいことはいろいろと、部会の意見にも書いてございますが、ちょっと省略させていただくとして、結局ホテルの方が警察に通報したみたいで措置入院させられてしまった。でその後措置は解除されたようですが、成年後見人さんが同意されたので医療保護入院となってしまった。とんでもない話なんですが、でこの入院について作業部会の見解は、入院は恣意的拘禁であった、まあやらなくてもいい、ためにするものであったという意見が出てきております。作業部会はどういう根拠でこう言っているかと申しますと、世界人権宣言、日本が入っている自由権規約を法的な理屈として、入院によって自由の剥奪がなされている、これは恣意的であった。したがって日本政府に対して丸1、 H さんにとっての適切な救済は即時解放である、明快ですね。丸2、国際法に従って実効的な賠償保障に関する権利を与え、丸3、 H さんの状況についての完全独立した調査、今後二度と同じことを起こさないためにです、ね、責任者に対する適切な措置、適切な措置と上品と言っておりますが、これはあの外交的な通例でございます。処罰ということでございます。特にこれ刑事罰、あるいは行政罰ということを想定されていると思います。でもう一点、これはあの一連の方々が頑張られたケースですが、昨年の8月に出た意見です。どうお読みするのかよくわかんないんですが、トルコ国籍の方々、クルド人の方々ですね、イェンギンさんとリマンさんとお読みするんでしょうか。あの後ほどご訂正いただきたいと思いますが、この2人が日本で難民申請をしていて、まあ、精神疾患などがあったためでしょうか、入管施設に非常に長期に滞在させられていた。でこれについて、恣意的な拘禁だと言ったわけですが、作業部会の日本政府に対する意見は、丸1、通報者の状況は国際的規範に適合させるため必要な措置と適切な救済措置、まあ、具体的には保証賠償を受ける法的強制力のある権利を与えるべきであると日本政府に言っております。3、通報者の状況に関する、完全独立した調査を行って入管法を見直すようにというふうに要請いたしました。
で以上がちょっと走っておりますが、国際的に使える作業部会の通報等のやり方でございました。で次に国内法に基づくもので何があるか、これは私はランダムに考えたもので、まあ、いつでも使えるけども、まあ、果たして、効き目があるかどうかについては、まあ、国会議員の先生方とかあるいは市民活動をなさっている方々のご意見、まあ、山崎はそういうのは分かるけどあれ使えないよとか、ね、そういう本音のところがあれば後ほど伺えればと思っております。でまず、人権条約の条約対自由権規約であると自由権規約委員会ですか、5年に一遍国家報告を出します。そこで結構厳しい勧告意見がずらずらと出るんですが、まあ、さっぱりメディアに登場しない。でメディアも怠慢なのですが、これはやっぱり手を変え品を変えですね、国会の質疑あるいは後ほど言う、形で、活用する、しつこく忘れた頃にまた国会に出てくる、もぐら叩き的に使うというのが良いのではないかと私は思っております。それから質問主意書でございますが、これ一部の霞が関の皆さんはまたあの先生また出してきて懲りないでと、これ懲りないでどんどんやっていくでございます。でこれのメリットはですね、少数特に少数会派の議員さんにおかれてはですね、国会の委員会とか本会議の質疑の時間はどうしても制約を受けるわけですが、質問主意書はそういう制約がございませんので、一人会派の方にはものすごくおすすめでございます。ただしこれは結構大変文章を書かなきゃいけないので、さまざまな人権課題で取り組まれている市民団体の方とコラボしてやるのが良いのではないかと思います。であと一つ、参議院の行政監視委員会、これ先ほど申し上げました。で実は衆議院にも同じようなものが大体20世紀後半にできたのですが、まあ、どちらかというと当初は参議院、まあ、江田五月先生のお船乗りもあってですね、当初は頑張っていたんですが、だんだん、活性化しなくなったので、今や野党第一党に委員長の席を渡して自民党は安閑としているというね、とんでもない話でございます。もう明日からでもいきなりここを活性化させてですね、会期末の頃はもうすぐ会期末ですが、どうしてこうなっちゃったんだと圧倒驚く状態で、ここなんか例えば新型コロナウイルスのことなので、ここで十分に議論は可能であると思っております。で具体的にどんな議論ができるか、行政監視に関する事項、行政評価に関する事項、それから行政に対する苦情に関する事項、もっと広く国政調査案件一般でございます。で国会を見ていると、ここ10年ぐらいの各種内閣が国会を軽視して国会に嘘をついて、国民に嘘をついて恥じない、とんでもない話でございまして、ね、もうこういうちょっとした小さな穴から頑張って、ほころびをこう拡大させるという点には、この委員会はうってつけであると思っております。でもっと大きく言えばですね、構造的人権侵害状況を絶えずさまざまな場で各種委員会、専門委員会、本会議、今言った、行政の委員会、行政監視委員会ですね、こういうところをフル活用する、まあ、国会議員さんもお忙しくてそればっかりやってらんないというのはよくわかりますが、そういった活動の取り組みのきっかけになると私は思っております。でやっとここで新制度で本来の、条約に基づく個人通報制度の導入の話になるんですが、おそらくこれについてはこれまでもいろいろな形でこの場で、検討されてきていると思いますので、まあやや極めてこうレジュメ的復習的な形ですが、まあ、これを導入すると、例えば最高裁判所で確定判決で思いが遂げられなかった場合でも、ジュネーブの条約に基づく委員会で再度別の角度から検討が可能になるメリットはございます。ただ反面面倒くさいんです、まあ、一つは選択否定書とか
条約の宣言をしなきゃいけない。この宣言については、この標準装備型、オプション型と書いてございますが、日本の場合には標準装備型の条約関係ございませんから、オプション型でいきますと、宣言ですね。これはおそらく、国会で出席説明、了承を経て閣議決定でいけるから、比較的簡便に、例えば現在の野党が与党になられた暁には、 1週間後にこれを宣言しちゃうということは可能である。衆参ともに議席多数議席を取っていればですね、その瞬間にやってしまうという手があろうかと思います。Bこれやってないと、なかなかジュネーブで門前払いされてしまうということですね。あと3分でございますので、非常にちゃんと、私は一応帝国主義者でございますので、時間は守るということでございます。その日も私、もっと進めようと話がありました。ちょっと頭の組で。もう一つは、私も専門としております、国内人権機関、人権委員会とか、ホームズパーソンとか、の新設について、を考えたいと思います。で、今日、韓国の国家人権委員会のことをちょっと勉強しておりましたら、あそこはやっぱりすごくて、キム・デジュン大統領が選挙公約で作ると言ってできて、2001年にできた。で、日本で言うと今、戸籍制度がまだ残っておりますが、韓国の場合には、古紙、古紙といっても、 お分かり方だとピンとこないと思いますけど、ドアの首都書いて、古首制度というのはかつてあって、それがなんと、この国内人権機関の勧告によってですね、これがすごいんです。国内人権機関、韓国国家人権委員会が、韓国の憲法裁判所に勧告する。そんなのできるのかよ。あと2分だそうです。大丈夫です。国内人権機関が憲法裁判所に勧告して、 憲法裁判所がそれを受けて、古種制度が憲法違反であるという判決を出して、その翌年かな、当時、ノンヒョンさんだったんですかね、大統領のもとで、法律改正、民法改正しまして、過激なんですね。なんと、戸籍制度自体なくしちゃったんです。日本の戸籍制度ぐらいですから済む話が、えい、面倒だ、戸籍制度だよ。要するに、住民対象みたいな形の制度を作った。 まあ、これはうまくいったケースなんで、世界中のケースがみんなこううまくいくとは到底言えません。あと25秒でございますが、要するに今日お話ししたのは、構造的な人権侵害を含めた大きな人権課題に立ち向かうためには、新しい制度、今国内人権機関作りも新しい制度ですが、それを求めるのも一つの大事な課題ではございますが、今使えるものも頑張って活用して、 そこから活路が見えるのではないかというお話をさせていただきました。2秒超過で大変失礼いたしました。ありがとうございました。すごく丁寧に、時間を守っていただきながら、深い内容をお話しいただいたと思います。制度があるのに使わないのは、私たちの方の責任も非常に重いということを、 だと思います。よろしくお願いします。じゃあ、ご挨拶を議員さんからいただきたいと思います。立憲民主党の近藤昭一さんです。皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、立憲民主党の衆議院の近藤昭一と申します。今日は、こうした貴重な集会を開いていただいて、今、山崎先生の方からも、いろいろと、 こういう制度があるんだと、もっとしっかりと活用しようというお話であったと思います。改めて、なるほどというところを、それをしっかりと活用していく中で開いた会社がなくちゃいけない。ただ、皆さんもご承知の通り、国会の中でもいろいろと差別を禁止していくという、差別に関する法律があるわけでありますが、残念ながらどれも差別禁止法にはならなくて、
解消法という解消法のた解消していくために理解を進めていけば、そういうまあ残念ながら十分ではないものであります。また LGBT 法皆さんご承知の通り、この国会で提出されて成立するのかどうかギリギリのところでありまして、昨日も集会が開かれたところでありますよ。否定的なことをばっかり申し上げるつもりはありませんが、質問収支もですね、最近とんでもない質問収支が返ってきたりすることがあるんですね。本当にびっくりするようなことであります。先ほどちょっとお話がありましたが、拘置所、刑務所拘置所、まあ入管の問題、本当にひどい話でありました。日曜日にも、ウィシュマさんの忍ぶ会というのが、築地の本願寺でありましたけど、私の前にいましたけど、 どうしてこんなことが起こるのかということでありますよ。ただそんなこと、そんなことばっかり言ってても、しょうがありませんので、本当にそういう現実に、権力を持つ側は本当に何でもやってくるな、こういうふうに改めて感じてるわけでありますが、それの中で、様々な手段があるわけでありますから、それをしっかりと活用していくっていうか、本当に本気で利用していく、活用していく。そしてまた、やっぱり大きな連帯の輪が必要なんだと思います。 そういう意味で今日こうして集会いただいて開いていただいたことに感謝と敬意、またしっかりと頑張っていきたいそのことを申し上げてご挨拶をいたします。ありがとうございました。続きましてもう一方議員さんにもご挨拶をいただきたいと思います。参議院からいらしてくださいました甲田哲美さん、よろしく。 紹介いただきました高井良いと書いて甲良と読まずに宝と言います。よろしくお願いします。参議院の方で、会派ですね、沖縄の風という会派で、位牌陽一議員と私でやってますけれども、元はですね、2年前まで琉球大学で憲法を教えておりました。でやっぱり今基本的人権というのは国連憲章ありますけれども、 実は世界で初めてですね、国連憲章の中に基本的人権という言葉が出ました。 6月26日、1945年ですね。でこの国連憲章のできた時に戦争していた国がたった1カ国があります。日本です。そしてその後ポツダム宣言が出ました。これがその1ヶ月後ですけれども、日本はまだ戦争をやっていました。 そしてこのポツダム宣言は世界で2番目に基本的人権というのが書かれた文書です。そして3番目に出てきた基本的人権、ファンダメントルヒューマンライツというのが出てきたのは日本国憲法です。憲法では世界で初めて基本的人権という言葉が使われました。今まさにその国連のですね、基本的人権の規定というのが日本の中でどういうふうに扱われているのかというのが、 これは全ての人間に通ずる基本的な権利ですので、この点をですね、非常に私たち、先ほど山崎先生からありましたけども、国会の中でですね、しっかりとそういったところをですね、歌いながら、また手段もどんどん使いながら、日本の国際的な人権のあり方と歴史をしっかりとまた、取り組んで、改善に向けてといいますかね、それを 守れるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。すみません、失礼しました。では次に個別テーマの方に入りたいと思います。一番最初はソン・ヘスクさん、在日本朝鮮人人権協会のソンさんの方から お話をしていただきます。皆さん、こんにちは。在日本朝鮮人人権協会事務局のソン・ヘスと申します。朝鮮学校の保護者でもあります。今日はこのような院内集会の場で発言させていただくという貴重な機会、誠にありがとうございます。 私はですね、日本の人権課題を解決するために何が必要か、深刻化する朝鮮学校に対する差別についてというテーマで、お話をさせていただきます。皆さん、ここにお集まりの皆さんはもうご存知かと思いますけれども、朝鮮学校は
日本の1945年の敗戦、そして朝鮮の解放直後、日本に住む朝鮮人が植民地期に奪われた言葉や文化、これを子どもたちに教えるために設立した学校です。そうした朝鮮学校に対して日本政府は植民地期の過去の償いから積極的に支援し民族教育を保障する、そうした義務があるにもかかわらず朝鮮学校が設立されて、そして今日に至るまでずっと弾圧そして差別を繰り返しています。そうした差別弾圧に対し私たちは当事者として日本の皆さんと共に権利拡充に努めてきたわけなんですけれども、ちょうど1990年代日本が子どもの権利条約や人種差別撤廃条約の締約国になった時期なんですけれども、朝鮮学校の子どもたちに対するチマチョゴリ事件などを象徴としますけれども、暴言暴行事件が相次ぎました。そうした中私たちは当事者として日本が締約国となっている人権諸条約の審査委員会にNGO 非政府組織代表として NGO レポートなどを送るなどして、朝鮮学校に対する差別是正を求める活動をしてきました。今日はですね、時間が限られていますので、その一覧に関しては今日、お手元の資料の方にまとめています。これは1998年から、現在に至るまでのものを、用紙をまとめたものです。全文に関しては外務省のウェブサイトに英文の原文と日本語訳、これは政府公定訳ですけれども、それが掲載されていますのでご参照いただければと思います。実にこんなにたくさん朝鮮学校に対する差別是正を求める勧告が出されているわけですね。本当に主だったものをここに挙げましたけれども、例えば高校無償化からの朝鮮高校除外問題に関しては2010年の3月、つまり高校無償化制度が4月から始まりましたので、高校無償化制度が始まる前から一部の政治家が朝鮮学校を高校無償化制度から除外しようとしている、そうした言動について懸念を表するなど、さまざまな勧告が出されています。そしてですね、直接的に高校無償化という文言はないんですけれども、2010年の5月、これは高校無償化制度が2010年の4月に始まった直後に行われた子どもの権利委員会で日本の子どもの権利状況について審査した後に出された勧告ですけれども、このようなものがあります。マイノリティの子どもたちが子どもの権利条約に基づいて提供されるすべてのサービス及び援助に平等にアクセスできることを確保するため、あらゆる必要な立法上その他の措置を取るよう促す、このような勧告が出ているんですね。これは、この当時日本政府が、高校無償化から朝鮮高校完全に除外したわけではないと別途、審査をするんだというふうに、言い訳をしたわけなんですけれども、そうしたことに対して、子どもの権利委員会から、差別がないように事前に勧告を出したというふうに言えるかと思うんですけれども、こうした勧告が出ているにもかかわらず、日本政府は高校無償化のみならず、さまざまな新たな差別を行っているという状況があります。2019年10月に幼保無償化制度を日本政府は全面的に実施しました。この幼保無償化の制度設計をしている際に、日本政府は各種学校の認可を受けた外国人学校の教育施設に対して幼保無償化の対象とならないと名指しで除外をし、すべての子どもたちの健やかな成長を支援するものという基本理念がありつつも、外国人学校の子どもたちを除外するという差別をしました。またですね、昨年2020年ですけれども、ちょうど1年以上前になりますけれども、日本において新型コロナウイルスの感染が拡大した頃、さいたま市が市の備蓄マスクを保育所や幼稚園などに配布するという、その対象からさいたま市にある朝鮮幼稚園を除外しました。これは日本の多くの皆さんの抗議の声も受けて
後ほど、埼玉市が支給に至りますけれども、そこに差別があったことなどは、一切認めなかったということがありました。また、文部科学省は、昨年コロナ禍において、困窮する学生たちを支援するために、学生支援緊急給付金というものを設けましたけれども、ここからも、朝鮮大学校の、学生たちは、除外されてしまいました。また、昨年ちょうど、1年ぐらい前になりますか、1回目の緊急事態宣言下において、小学校等、学校等への休業要請が行われ、各種学校の外国人学校に対しても休業要請が、行われまして、朝鮮学校も休校という措置を取りましたけれども、そうした、休校要請などに従った学校等に対する支援策においても、外国人学校は、要請を出したにもかかわらず除外するということがありました。上2つに関しては、かなりメディアでも取り上げられたので、下の、学びの保障のための支援策に関して若干見たいと思います。例えばですね、幼稚園におけるマスク購入等の感染拡大防止事業というものを日本政府が打ち出したんですけれども、これはですね、休校している学校、そして幼稚園、特に幼稚園においてですね、オンライン保育などを推奨していまして、幼稚園の先生がこうした形で動画を作成して各家庭に配信する、こういうことを日本の幼稚園でも行ったんですね。これは朝鮮幼稚園の本来動画なんですけれども、ちょっと切り取ったものです。こうして私の子供を幼稚園に通っていたんですけれども、朝鮮の幼稚園の先生が楽しい動画を休校期間中に毎日配信してくれて乗り切ることができたんですね。こうした本来かからない経費、新型コロナがあったからかかってしまったかかり増し経費、これに対しても日本政府は補助を出すと言ったんですけれども、これに関して朝鮮幼稚園は除外されてしまいました。このような形で日本、本当にこれは昨年の4月、国連事務総長の報告書の中でありましたけれども、ウイルスは差別しないが、その影響は差別的な形で現れる、これがまさに日本において、起こったことだと、そのように思います。こうしたさまざまな差別に対し、私たちはどう抵抗していけばいいのかというところなんですけれども、私が朝鮮学校の保護者として思うことは、例えば、もうこの6月にヘイトスピーチ解消法が施行されて5年ということになりまして、もうこれは法務省のウェブサイトから引っ張ってきたんですけれども、法務省がウェブサイトを新たにしています。この中でですね、ヘイトスピーチの何が問題なのというふうに問題を投げかけています。これに対してこういうイラストをつけて、人としての尊厳を傷つけたり差別意識を生じさせることになりかねません、こういうふうに日本政府は、法務省は書いてるんですね。これまさに法務省からの除外、要法務省からの除外で日本政府が行っていることなんです。全ての子どもたちの健やかな成長を支援する制度から、なぜ朝鮮幼稚園が、外国人学校が除外されなければいけないのか、仲間外れにされなければいけないのか、これはお金の問題ではない、本当に人としての尊厳を傷つけられることなんです。それは幼い子どもであっても同じです。そして今ですね、こうした除外に対して私たちは声を上げ続けていますし、一番下の写真は今はコロナ禍で停止していますけれども、金曜行動における朝鮮大学校の学生さんたちの戦いです。高校無償化から除外された子どもたちです。だけれども今は全ての幼稚園に明るい笑顔よという横断幕を上げて、今差別されている幼い子どもたちのために戦っています。私はこうした声を上げ続けることが本当に重要だと思っていて、こうした声を上げ続けたことによって、この幼保無償化制度においては私たちは今完全に除外はされずに、この4月からの新しい支援制度というところに入り
込むことができました。これについては話すと3時間ぐらいかかってしまうので今日はお話はしないですけれども、学生支援緊急給付金の問題において文部科学省は文部科学省としては精一杯に手を広げたつもりだけれども線を引いた支援の外にあるところからなぜ自分たちは対象外なのかと日々話を聞いている、線を引いた外にある学びを否定するつもりはないというふうに言い訳をしていましたけれども、それに関して朝鮮大学校の学生さんたちはなぜいつも支援の外なのかというふうに訴えていました。高校無償化からの除外、そして学生支援緊急給付からの除外といつも除外されてきましたけれども、私たちは日本の皆さんと共に声を上げ続けて、これからこういった形でどうにか朝鮮学校の権利拡充、そして民族教育の権利保障のために一歩一歩できることをやっていきたいと思いますし、そのためにはこちらにいらっしゃる皆さんとの連帯の輪をもっともっと広げていかなければいけないと思っています。ご清聴ありがとうございました。じゃあまた林さんのご挨拶に移らせていただきたいと思います。立憲民主党参議院の岸真紀子さん。皆さんこんにちは。立憲民主党参議院議員の岸真紀子です。まずは今日のこの集会に参加できて私も嬉しく思います。さまざまな差別というのが起こっていまして、先ほどの報告にもあった通り、立憲民主党としてもこのまでの朝鮮大学校、幼稚園、そして高校を全てにおいて差別があることがけしからんということで、再三にわたって文科省に申し入れをしているところです。先ほどご紹介あったように今年の4月から幼稚園の無償化というか助成金が出るということだったのが、新たな分断として残念ながら自治体によって差ができてしまうのではないかという課題が残っております。引き続き全ての子どもたちに差別をさせないために取り組んでいきます。私もともと労働組合の出身なんですが、昔は労働運動としてその窓口、市役所の職員なんですが、市役所の窓口で例えば16歳になったら在日コリアンの方が指紋を捉えるということがありました。でそれがすごく傷つくんだということを窓口で受けた職員、うちの組合員ですが、組合の先輩たちがこれやっぱ問題なんだと、これを拒否していいんじゃないかということを声で運動で作って、その通報しないということを当局、当局って労働組合用語ですね、市長とかに認めさせて、そういうことから法律もその後に変えさせるというような運動は決してうちの組合だけではないんですが、市民の皆さんとか当事者の皆さんと作ってきたものです。でもこれが果たしてそれだけで足りるのかというところで言うと、やっぱり法律をきちんと変えていかなきゃいけないし、国の考え方そのものを変えていくということを引き続き行っていきたいと思います。その後押しとして当事者の皆様であったり市民団体の皆様にご協力をいただきながら取り組んでまいりたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。続きまして福島みずほさん、お願いいたします。参議院議員の福島さんです。どうも皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党参議院議員福島みずほです。山崎先生とは国内人権機関を作ろうとかですね、いろんなことでずっとやって、今日も体系的ないろんな話で、そうだ、人権条約に基づかない個人通報制度などもっともっと使ったらいいということを、改めて思いました。で、顔ぶれというか皆さんの顔を見てると、さまざまな国内国外における人権問題に関してもう本当に長いことそれを変えるために頑張ってこられている人たちなので、さらに力を合わせて一緒に頑張っていきたいと思います。で、国際人権のことでちょっと言いますと、やはり勧告が出ることに関して、というか勧告レポート出されたりジュネーブなどにロビー活動に行ってらっしゃる人もすごく多いんですが、その反映させてその勧告をどうやって
それは日本の人権状況の通知簿なので、それをどうやって実現するかということを改めてもっともっと一緒に果敢に解決していけたらということを思いました。かつてはその勧告が出るたびに項目ごとに行政交渉したりいろいろしたんですよね。実は私は10年前に男女共同参画担当大臣だった時に女性差別撤廃条約の勧告を第三次基本計画に盛り込むっていうのを割とやろうとしたとかですね、やっぱり勧告はすごく日本の社会の人権 の、 その通知簿みたいな面があるので、何を私たちは変えるべきなのかっていうそういう示唆があるので、また改めて一緒に交渉などやっていきたいと思っています。川手城をなくすとか、そしてここにある後で鳥居さんが話されると思うんですが、入管法がの改悪が一応廃案になりました。改悪法が廃案になりました。でやはり国連恣意的拘禁者作業部会で の、 長期入管における長期拘束が問題だとか、刑務所やいろんなところの全てこの長期的拘禁は精神病院も含めあらゆることが入るわけですが、そういういろんな取り組みや UNHCR や特別報告官やさまざまな人たちもたくさん意見書を出してくれたり意見を言ってくれたことが、国内におけるさまざまな長年の鳥居さんをはじめさまざまな NGO や高校生大学生の取り組みと結びついて一つだけでなくてやっぱ廃案に追い込むことができたと思っています。その意味で一緒に国際人権もっともっと広げて各個別テーマで成果を上げるべく、頑張っていきたいと思っています。今日昼間個人通報制度女性差別撤廃条約のがありましたが、やはり個人通報制度も何とか批准をしたいですし、国内人権機関の創設についてもこの2つは本当に頑張ってやっていきたいと思います。自民党がLGBT に関して差別は許さないというのが行き過ぎになるんじゃないかなという議論しているので本当にひっくり返りそうになりますが、差別を許さないというのは当たり前のことで、その当たり前のことが政治の場面でもっと生かされるべく一緒に頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。立憲民主党参議院の川田隆平さんにご挨拶いただきます。皆さんこんにちは。今日はたくさんのいろんな団体の方が集まって、こうした国連の人権規約をしっかりと守らせていくということです。やっぱり非常に大事なことだと思っております。今福島さんからもお話ありましたように、今日昼をですね、女性の女子差別の、個人通報制度の、集会がありましたけど、やっぱこの個人通報制度って他の国でできていることがどうして日本だけできないのかなと本当に思っております。で本当これもずっとやっている課題だと思うんですが、やっぱ個人通報制度についてはですね、やっぱもう少しこれ動かしていかなきゃいけないなと思っております。でようやくですね、ずっとこれも日本ではずっと課題となっていた ILO の基本条約をですね、これもようやくそのちょっと議連の方で頑張ってですね、法律を作って国内法を整理して、それで今度基本条約の方を、批准していくということですね。ぜひ今超党派で動いたりもしています。本当にちょっとずつですね、動かなかったものを動かしていくということで、今いろいろと議員もですね、それぞれ頑張ってやっているところがありますので、ぜひこういうなかなか動かないものをですね、動かしていくというのは非常に大変ですけれども、本当にちょっとずつですね、風穴を開けて、本当に歩み一徹じゃないですけれども、どっかからですね、やっぱり関わりを作って、コツコツやって、変えていくしかないと思っておりますので、ぜひ皆さんの本当にいろんな運動がですね、やっぱり連帯してやっていくことも大事ですし、本当にどこからその穴が開いていくかっていうのは分からないですので、ぜひ皆さんと一緒にいろいろと知恵を出しながら、このコロナの中で、今本当に集まることはなかなか難しいですけれども、だからこそ逆に今オンラインで集会なんかもやったりして、非常にたくさんの人が一気に集まれる場所もできたりとかしてますので、ぜひいろんな形でですね、このいろいろコロナ禍にあってもできることを皆さんと一緒に頑張って取り組んでいきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いします。ありがとうございました。では続きまして
個別の問題ということで、非常に皆さん関心高く、あれだと思います。入管法改悪と人権侵害というテーマで、移住者と連帯する全国ネットワーク移住連の鳥居さんの方からお話しいただきます。お願い。どうも皆さんこんにちは、移住連の鳥居です。先ほど米崎先生の話をお聞きしてて、移住連の名前が何回も出てきてですね、いや移住連ってすごいなと。いやそれは確かにいいですね。確かにいいです。うちはね、移住連はね、本当にいろんな活動家で研究者と思ってね、本当に献身的に頑張ってるんですよ。で、私は声が大きいから、表に出るときは声が大きいので、それでやってますけれども、まあ、大した問題だって、改めて、これからも頑張っていこうという気になりました。それで今日は、実は、非常に移民難民、こういう人々が非常になっているということもあるんですけれども、なぜそういうことになっているのかということについて、改めて皆さんと一緒に考えたいと。そして、その中でも当然、私たちは国際基準を持ち込むことによって、その中で活動を活性化する、運動を活性化するということをやってきましたけれども、まず皆さんと一緒に改めて、いわゆる私たち移住連はですね、ニューカマーの人たち、つまり1980年代以降、この日本にやってきた人々の中心にした、活動をしているんですけれども、実はこのオードカマー、1980年までのところでのオードカマーの人たちも通じてですね、いわゆる入管制度というものが一体どういうことだったのかということになるわけですよね。で、今現在、直近の数字は昨年12月で、在留外国人の国籍別で見ますと、中国、ベトナム、韓国、フィリピンと。これね、長期といわれる方で年配の方が言うとですね、あれっていう感じですよね。まあ、もともと入管の前は、韓国、朝鮮。で、このデータは、今、政府のデータっていうのは朝鮮外してますよね。で、この韓国という数字なんですけども、一番が韓国、朝鮮、そして中国ということだったんですけども、ニューカマーの時代から中国が一番になって、その次は韓国、朝鮮。ところがこれがですね、ベトナムが2番目になっていると。昨年の6月からです。そして、フィリピンも抜いてですね、ずっとベトナムが2番目と、こういうことになっているんですね。で、労働者なんですけども、日本の労働者人口を占める外国労働者の割合っていうのはですね、実は昨年10月、これも皆さんご案内の通り、外国労働者の統計っていうのは、毎年10月の時点での数字が出ます。翌年の1月31日ぐらいまでにですね、厚生労働省が発表しますけれども、外国労働者数は172万4328ということで、3.05%。しかしこれも私たちのこの社会はですね、外国人労働者という区分の仕方をしているものですから、いわゆる移民労働者という区分ではないです。外国籍の労働者ということで3点。まあ、これもこれまでに比べると大きな数字になるわけですけれども。で、オーバーステイの人たちですけども、直近のところで言いますと、2021年1月、今年の1月で82,868。ピークは1993年で29万8000。これ実際の、これは政府の発表ですけれども、まあ、30万いたんじゃないかという私の実感です。当時非常にたくさんのオーバーステイの人たち。しかしこのオーバーステイの人たち、いわゆる刈り込み、バブル経済が弾けて、刈り込みということで、もういらないよと、しばらく人が。ということで、刈り込みだったんですね。それと同時にただ、もう一方で、在留特別許可という、周りで言うと人道的措置というのがあったことがあったんですね。これはこの直近の安倍政権になってからガクンと落ちました。これは本当にですね、このデータを見るとですね、数字も如実に表しますね。安倍政権下においては数字がガクンとしました。でも現在、非正規滞在者というのは82,868人ということになるわけですね。で、いわゆる日系の人たちはどういう数字になるかというとですね、これは日系でブラジル・ペルーに、特化していますけども、まあ、これの大多数ですから、それ以外の方もいらっしゃいますけども、ブラジル・ペルーということで、ピークが2007年、2007年から2008年何があったか、ご案内の通り、リーマンショックです。でリーマンショック以降、日本経済は、まあ、復活し、回復してるんですけども、しかしながら増えていません。これは増やされている政策を取ったと、こういうことになるわけですね。さて、その中で、先ほど言いましたように、入管のところなんですけど、実際はこの、問題についてずっと今まで引っ張ってきているのはですね、前史なんですね。やっぱり強制連行の歴史が示す事実の直視だとか、管理監視の入管政策、これに対する反省が全くない。で、ずっとこれは続いているわけですね。だからこのことが非常に引きずっていますし、入管の改定2009年にあって、新たな在留管理制度ということで、12年は外国籍に一緒にできたと。まあ、2009年なのかということなんですけども、まあ、これは
新たな財力管理制度ですから、しかしこれもできたと。しかし監視管理という考え方は変わらない。そしてもう一つ何かというと、労働者の受け入れについては技能実習制度を使う。ここに大きく舵を切ったわけですね。実際施行されるの2012年と2010年ですけども、労働者の受け入れ政策というのは技能実習制度に舵を切るということだったです。つまり受け入れの変遷として今しましたが、 1989年、バブル経済に対して大幅ステムを導入施策。1990年、89年、入管を変えて日系ビザも導入した。そして、それでもやっぱり来てみたら外国人だったということで定住しちゃうと、家族も連れてきた。これじゃまずいなということで何をやったかというと、外国人の姿勢と拡大してですね、3年間で帰らせることができると、定住しない。これを最も使い捨てとしていいという使い捨て政策ですね。そして、2019年4月から特定技能をした。外国、新たな外国人材の受け入れ拡大。 その隙間は何をやったかというと、技能実習というのは職種が限られていますから、その隙間を留学難民申請だとか留学家族滞在で保管してきたというのが実態なわけですね。で、これ例えば読売新聞の記事ですけど、難民申請働くためと、これ何言ってるかというと、難民って言うけどこれ偽装なんだと、偽装難民で働くために言ってるんだと、こういう記事なんですけど、しかし私が言わせるとですね、偽装しているのは大変なのかと。 偽装してるんだ。先ほどの厚生労働省の統計見てください。労働者として入国している人は 20.8% しかないんですよ。でそれ以外技能実習と資格外活動、資格外活動のうち留学が 82.8% ですから、留学生や技能実習生ということで入国して働いている人が 43% 強いるんですよ。これが偽装じゃなくてごまかしてるのは誰なのか。 その入り口をですね、そういう入り口でしか作っていない。で、隙間をですね、特定活動のうちの難民申請中っていうのは特定活動ですから、この、オリンピック・パラリンピック関係で結構助かってるわけですね。オリンピック・パラリンピック、もう終わっちゃったから、だから今回の入管を変えようもですね、そういうタイムで出てきてることは確かです。もう難民申請してるものを返しちゃえばいいと。もう自分役に立ったからいいんだと。こういう発想じゃないかと思いますよね。ここ見てください。留学生の職種ですけども、宿泊、飲食、そして、 小売りですね、卸売り、これ何ですか、その技能実習がないところ。だから、水に留学生が埋めてるところなんですね。どれぐらい比率かというと、技能実習生の外国人労働者の比率 23% と言いましたけども、宮崎県だと 70.3%です。外国人労働者で言えば留学生。これもずっと 50% を超えるような県でたくさんあるわけですね。農業では 8割、 建設では 7割。 ですから、こんな昨年の被害が 宮崎県の椎葉村で起きたらですね、本当に宮崎県の椎葉村というのはご存知の方もいらっしゃると思いますけど、今テレビで高視聴率のポツンと一軒家じゃありませんけれども、非常に大口です。しかしそこで被害を受けて4人被害を受けたら2人が技能実習生、今日本でも至る所にですね、技能実習生が行ってるんですね。じゃあ特定技能というのは技能実習でどうなったのかと、新たなグレードで言ってますけども、実は見てください。 新たに来た人っていうのは試験を出した7%です。ほとんどがですね、技能実習からの移行なんです。直近の在留数で見てもですね、ほとんどが技能実習からの移行組です。どういうことになってるかというと、技能実習が使用機会になっているようですね。ですからこういうのは何をしているかというと、つまり受け入れと強制とかですね、つまり職場と地域、労働と生活との本当は切り離せない空間なのに使い捨てとして使う外国人の場合、 切り離してしまうということになるわけですね。そうすると、どういうことが起きるかというと、特定技能で入れるときに一番最初に、特定技能で原発の廃炉作業に、特定技能労働者を使えばいいんじゃないかって、東電は考えたんですね。で、これに対して、入管庁は、新しい新資格なら可能ですよと答えた。ところが、その1ヶ月ちょっとしたで、ちょっと待ったと思ったんですね。これ、厚生労働省ちょっと待ったしたんですよ。なぜかというと、放射線暴露どうするのか。 で、その後のフォローアップどうするのか。できないじゃないですか。そもそも、ベトナム捜査機認めてないよと。で、入管庁はそのこと分からないわけでしょ。つまり、使い捨てっていうことですよね。で、もう一つ、外国人に対してはデマフェイクです。そういう偽装した受け入れと、デマフェイク。私たちはこのファクトチェックっていうのはすごく大事なんですけども、この事実を直接力で残念な形でも分からない。ですから、この建国権問題とか犯罪の温床、単一民族国家の雇用競合論、 これはずっと起きてきて、その元に、この歪んだ移民政策ですね、
歪んだ移民政策は何かというと、現場では労働者が労働者来ているのに移民政策を取らないとか移民政策と異なるというので、この歪んだ移民政策というのがヘイトスピーチを生み出すわけですよ。現場でですね、目の前にいる人たちに施策をするっていうのは地方自治体では当たり前なしなんですけども、そのことをやればそれは余計な金を使っていると、こういうことになるわけですよね。移民政策を取らないと言ってるじゃないかと、移民政策を異なると言ってるじゃないかと。なのになんでこの地方自治体ではそういう金に金を使うんだと、こういう話になるわけでしょう。で、韓国の話を出してやるわけですよ。で、その中で川崎市でさまざまな人権をようやく作った。しかしこれは実は川崎市で地方自治体ということよりも地方政府がどうするかということですよね。地方政府がどうするかというと、この間つい先日テレビ番組で各自治体のところでいわゆる強制、多分強制ということでこういう工夫をしてやってますということで、コメンテーターがやっぱり地方自治体によりますねって言ったら、違うんですよ。地方政府がどうするか、どうするのか、ちゃんと発揮しなきゃいけないと思うんですよ。だから地方自治体にはずっと歪んでしまうということですね。お時間ですから、新型コロナウイルスが現れさせたこと、これ皆さんよくご存じと思います。スーパーに行ったら急に値上がりしてしまった。しかもそれがキノコが値上がりすると、このキノコっていうのは今はですね、ちょっと工場生産と一緒です。不作ってのはありません。しかしそれなぜ値上がりしたのか、出荷する人がいない、あるいは収穫する人がいない、つまり技能実習生が来れなくなったと、こういうことが明らかになったわけですよね。先日から外国人労働者移民の存在感がぐっと上がったわけですよ。しかしながらそういう背景の中で入管法の解約となっていると。先ほどの国際基準からいくと、まあ、とんでもない入管法の解約なわけですけども、この入管法解約のところで発想は何かというと、国家なんだから帰ってもらう人に帰ってもらうということを言った人がいるんですよ。これ国会 の本会議のところでそういうふうに言われたから言いました。これはホワイトスノー作戦で、皆さん覚えておられるか分かりませんけれども、長野オリンピックの時に筆跡滞在者をオリンピックの準備に使っておきながら、直前で一斉に取り締まりを長野県警がやったんですね。これは長野県警がホワイトスノー作戦と言ったんです。これは県議会での議事録に残っております。ホワイトスノー作戦なんです。それだけの話ですよ。それと同じような発想がこの入管法の中にやっぱり一つはあったんじゃないかと。もう10いいと、入管難民申請は今まで働いてもらうからよかったんだけど、もうこれは返してしまえという発想がですね、もう一歩であったんじゃないかなというふうに思います。でこれに対して私たちはやっぱりダメだということで、ね、みんなで声を上げていったわけですね。そしたら日に日にたくさんの人が集まりました。これには一つなぜこういうことになって廃案ということになったのか、これ与党野党を通じてです。与野党を通じていわゆる国民感情という言葉の見誤り、国民感情という差別に対する見誤りがあったのではないかと。実際は地方紙が非常に反応しました。なぜでしょうか。地方では先ほど言ったようにすごく実感があるんですよ。一緒に仲良く暮らしていくためにどうしたらいいんだろうかと、何とかしなきゃいけないということがあったわけですね。ですから私たちはノーを反対と言ったんですけど、その先にあるものは何かということで、つまり移民難民は民主主義を体現する存在、自由に移動し自由に働く、それは民主主義そのものじゃないかと。でそしてもう一方で、民主主義の真実、政治の本分というのは東洋圏のない人々、声を上げられない人々、国民という言葉ではくくれない人々、国民では排除される人々、こういう人たちのことをどの声を上げ、そういう声をどう汲み取るのかというのが民主主義の真実じゃないかと。つまり私たちはやっぱり本当に真剣にマジに誰一人取り残されることのない社会というのを作っていこうということなんですが、実はその共感が地方ではいろいろ現場ではなんとなくどうしたらいいのかなということで悩んでる、何とかしたいと思っている。この人たちと一緒に暮らす、仲良く暮らしていくためにどうしたらいいのかと、いわゆるこれまでゼロフォビアだとかそういうのもあったけれども、しかし目の前にいて一緒に働き一緒に生活している、学校でも一緒だと、そうすると一緒に何とかうまくいかないかと、こういうことだと思います。民主主義の約束は人身売買奴隷労働の対決、つまり移民難民は民主主義を体現している、民主主義の進化の道筋の人として労使対等原則が担保された多民族共生社会ということがあるんじゃないかなと思います。もう最後です。事実を直視したこれからの社会、労使担当原則が担保された社会、そのまっとうな移民政策ということがですね、非常に私たちの社会の中で今求めていますし、司法で現場でそれぞれの学校やあるいは職場で一緒にこうやっていきたいという意味で、ところが地方政府を取らないということで歪みが生じる、
こういうところの中でやっぱり真っ当な民主主義というのも扉だと思います。ちょっとかなり時間をオーバーしました。反帝国主義でした。すいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すごく皆さんこう時間が足りないのをお願いしてあるので、ギリギリで大変なんですけど、先ほどのご挨拶したのさ、川田さんの方から追加の、お知らせ、ご連絡をいただきました。4ページのところに参議院の行政監視委員会ということについて触れられているのはお分かりでしょうか。その上3分の1ぐらいのところですが、実はこの行政監視委員会の委員長が川田さんなんだそうです。それで去年ホームページができまして、そのホームページを見ていただくと苦情受付のフォームもちゃんとありますということですので、有効活用をぜひお互いにしたいと思います。よろしくお願いします。それであと間に合わなくてお帰りになっちゃった議員さんもいらっしゃいます。衆議院の方の矢良智弘さんですけれども、お帰りになりましたけれども、皆さんにぜひ思いを共有したいというふうにおっしゃっていただきました。ありがとうございました。ではスピーカーの3人目です。コロナ禍とジェンダーというテーマでアジア女性資料センターの本山久子さんにお話しいただきます。お願いします。すいません、私今日、最初5分ぐらいって聞いたので何も、用意してないので、すいません、皆さんのお手元には何もないんですけども、時間ちょっとだけ早く終わろうと思います。はい、ありがとうございます。では改めましてアジア女性指導センターの本山です。でコロナ禍が、非常にこうジェンダーで偏った影響をもたらしていると、ではということは皆さんもうすでにご存知だと思うんですけれども、当初の時はですね、コロナ禍がこう最初パンデミックが宣告された頃はやはり一番最初にこう注目されたのはやはりこう DV が増えているということだったと思うんですけれども、パンデミックの発生からですね1年以上が経ったところで、やはりこうジェンダーの影響というのがより長引くかつ深刻するような影響を示すデータが出てきているということが言えると思います。ちょうど5月末ですね、数日前に発表されましたけれども、昨年度の雇用市場の影響調査出ましたね。で、ご存知の通りこれははっきりと、ジェンダーによって明確な差が出ている。女性の非正規雇用で非常に大きな落ち込みが見られます。それだけなく、さらに心配されることは、女性の多くがすでに仕事探しを諦めてしまっているということですね。もう雇用の市場から撤退している人が増えているということです。ということは、今後ですね、長引きそうですけれども、今後、日本の景気が回復に向かったとしても、おそらく女性の権利に非常に長期的に深刻な影響が及ぶであろうというふうに、懸念されます。もちろんこれは、去年ちょうどね、この間も大久保で女性の相談会してくださった方たちがいらっしゃいましたけども、女性の貧困化ということはもちろんそうですし、それから昨年は、ホームレスの女性が、暴力を受けて、これまさにヘイトクライムと言えると思いますけれども、暴力を受けて殺害される、こうした暴力の問題がありますし、自殺も増えているということで、非常にこう心身ともに影響が出てきています。本当にこう女性の権利というものがこの先、おそらく長期的に悪化していくだろうということが、予想されるわけですね。そして、もう一つ、この先ほどもずっとお話ありましたけれども、やはりもう一つは、女性一般というよりはやはりこう批判的な家族の形態や、セクシュアリティに当てはまらないような方々に非常に深刻な影響が出ているということですね。一人親の家庭もそうですし、一人、セットル世帯の方々、それから、先ほどもお話があった移民世帯の方々、民族マイノリティの方々、そ
者のマイノリティの方々ですね、こういうところに非常に大きな影響が出てきているということが、まあ、はっきりしていると思います。で、まあ、こうした、日本で見られるジェンダー影響ということですけど、これはまさに1年前にもう ILO や国連がはっきりと警告を発していたことです。で、まあ、おそらくこういうふうに、すいません、まあ、この後女性が雇用から締め出されていくであろうということは、まあ、予告されていたわけですね。で、まあ、女性の脆弱性の要因として、まあ、何点か挙げられていますけれども、やはりその非正規が多く労働市場で非常に中堅化されているということであったり、そして特に重要な点は世帯内無償ケア労働を非常に女性が担っているということですね。そして、まあ、性別役割分業に基づくこう家族モデル、基づく世帯主義、こうしたものが当然意思決定におけるジェンダーの偏りということもあります。ということはやはり今までの、まあ、安倍政権が進めてきた女性が活躍するっていうそのジェンダー平等政策っていうのはどんどん市場経済に女性を動員するような政策でしたけれども、やはりそのようなジェンダー平等政策の限界というものが非常にはっきりしてきたということが言えると思います。今日は国連の人権、まあ、今日人権ということがテーマだったので、ですね、国連によってさまざまなデータベースや政策ブリーフというものが出ていますけれども、特に注目されるのは、国連はですね、もうはっきりと、これは市場経済に女性を動員するような政策は明らかに限界があると。はっきりともう非市場的なケアエコノミーの持続可能性が脅かされている。それは女性に負担を押し付けてきたからだということをはっきり言っているわけですね。で、やはりこの FP の道筋の非常に重要なポイントとして、ちゃんと有償ケアと無償ケア、お金になっていない、お金に評価されないケア労働をちゃんと評価すること、そしてそこに投資をすることです。つまり質の良い医療、ケア、行政サービス、そうしたものを作っていく、この質の良いという意味は2点、2つあります。つまりちゃんと使う人にとって質が良いということと、そこで働く人の雇用にとって質が良いというんですね。そこにちゃんと投資をしていけば、女性のための質の良い雇用を持続して生み出せるということを言っているわけですが、日本が今言っていることは全く逆です。今、医療介護ワーカーの女性、7割が女性ですけれども、非常に、今、派遣ということまで、日雇い派遣ということまでできていて、ここは本当に、女性に、まさにもう女性であるからっていうこと以外に、理由ができない低賃金ですね。そして、まあ、非正規公務員の問題も出てきてますけれども、ここへのケアが圧倒的に足りていないということは誰のせいかといったら、そこを無償になっているのが女性であったり、特に労働市場において周辺化されている移住女性とか、そういう人たちなわけです。で、まあ、そういう意味では、もうオリンピックは絶対に祖国中止、ということはちょっと言っておきたいと思います。さて、こうしたことを日本はどの程度、真剣に受け止めて政策に生かしているのかというと、実は日本はジェンダー別統計さえ整っていないというのが現状です。そして DV は、まあ、DV プラスが、結構機能しているので、まあ、ここは結構いいですけれども、それ以外の分野が非常に遅れていますし、今まさに緊急に動かなきゃいけないというメッセージがとても出せていないですね。男女共同参画局の、専門家会議、コロナと女性の専門家委員会が、まあ、この間ようやく提言出しました。でこれは、まあ、中身としては、まあ、まあまあのことを言っているんですけれども、それともなおかつ未だにですね、オンラインであれば男女平等が進むみたいな寝ぼけたことを言っている、とんでもないです。無償ケアってことをちゃんとやっていかなければオンラインテレワークは全く機能しないということははっきりしています。で、まあ、この提言出ていますけれども、問題はこれを政府全体の中で、特に、まあ、政府の政策の中で主流である経済政策の部分にどれだけその提言がちゃんと深刻に受け止められるか、ここにこそ、やはり議論、議員の方々は本当に、まあ、頑張っていただきたいし、まあ、この、男女平等共同参画のところでいい提言が出てもそれが全体にちゃんと主流に受け止められない、ここにこそ非常に日本の政治の構造的な問題があるというふうに思っています。最後に、私たちの、グループで出しました、提言集を、ちょっと示しておきたいと、リンクがちょっと長いので貼れないんですけれども、よろしかったらそちらの方に中長期的に、まあ、こういうことが必要であるというふうに我々が考えるものも具体的に示していますので、ぜひですね、
今後、本当にポストコロナという時に女性の権利の保障ということが本当に中毒にならなければなりません。でそのためには、ちゃんと国連の勧告を生かすということもそうですけれども、ちゃんと今まで出てきている女性の、フェミニストの研究があり運動からの知見があります。それを生かしてください。生かしてそして政策の中枢に、それをつなげる、そこを、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。では今アピールをしていただいた団体の方以外に構成メンバーの方でアピールをしたいという団体からの意見を伺います。順番最初に資料の方の順番通りに進みたいと思います。山本らしさんお願いします。こんにちは、精神障害者の団体の山本真理と申します。今日は山口先生のお話とってもありがとうございました。勉強になりました。山口先生というと私ども障害者団体が何とかお呼びしてお話を伺って、一番印象に残っているのは懸念を表明するっていうのをよく人権委員会の勧告にあって、こんなひどい話だね、なんでそんな生ぬるいことなのと思ったら、それは懸念を表明するっていうのは怒ってるという意味です。外交用語ですから、こうちょっとお砂糖というかお化粧するんですね。で重大な懸念というとめっちゃんこ怒っていると。で、あ、それでやっと私の意味が分かりまして、それで、精神障害者の人権問題と言いますと、私どもは初めて自由権規約のを日本が批准したときにカウンターレポート、当時はカウンターレポートって言って出したんですけど、まあその時もそれ以来っていうか自由権規約の委員会の委員長は先日亡くなりまして、長く勤めてたかなくなりましたけれども、東京大学にもいらしてたことがあって日本の状況をよくご存知なんですね。でそれこそ本当にめっちゃんこに怒っていると。2014年、私どもジュネーブに自由権規約の審査に来ましたけれども、さすがにいくらが何でも外交官がそこまで言っていいのというぐらい本当にむっちゃんこ怒って、お前らな何度言ったら分かるんだよというのを上品におっしゃって今至るが非常に印象に残っています。で自由権規約委員会に始まり、各人権規約委員会は精神障害者の人権について本当にそれこそ30年間しつこくしつこく勧告を繰り返してめっちゃ怒っているということも出ています。それにもかかわらず私たち の精神障害者はどうも人間の範疇に入ってないらしい、少なくとも日本では。でますます残念ながら状況は厳しく、強制入院が増えています。ベッドにベルトで縛るという身体拘束はこの10年間で2倍に増えています。そして安倍さんとの方針が高齢者、認知症のある高齢者は精神病院で面倒見立ってくれと送り込むと。で認知症って別に入院治療で治るもんじゃないです。医学治療でも治りません。適切な介護、適切な環境が必要なんです。でそういうことも含めて、横浜の国際会議でオレンジプラン、介護こそ中止っていうオレンジプランが出ましたが、山崎さん、安倍さんの横やりで新オレンジプランということになって、あくまで認知症の対応は医療が、もっと言えば精神病院が司令塔になると、そういうとんでもない方針が出ました。
で、これによって高齢者はどんどん今病床を埋めるために儲けのためにあるいは地域に支援がないために精神病院に追い込まれ、そしてそこでコロナに感染して私は殺されているんだというふうに言っています。私はこの安倍さんとそれから日本精神病院協会私立病院の、院長が集まり経営者が集まりですね、この人たちの、会長山崎さん、安倍と山崎はまさに人道に対する犯罪だ、ジェノサイドをしようとしてる、したしている、ぜひ国際刑事法廷に訴えたいと思っています。で、これから山崎先生に教わって勉強させていただきたいな。まあ所詮キャンペーンでしかないかもしれませんが、堂々と高齢者のをあたかもナチスの行った集中キャンプに送り込む、で幸いというか幸か不幸か明かす必要はないです、儲けのネタですから生かさず殺さず、でもコロナによって今は本当に殺されようとしています、殺され続けています。感染率は、大阪の場合ですと一般の5倍です。死亡率はなんと20何倍という数字まで出ています。でも、今日厚生労働省と交渉しましたけれども一切その公の数字はないんですね。マスメディアとか業界の数字しかないのです、ないというのが今実態です。で、日本精神病院協会ですら精神病院で発病しても6割は治療を受けられません、専門病棟に送れませんという告発をなさっています。この実態に対して私は今本当にめっちゃ怒っています。長引いて失礼しました。はい、ありがとうございました。続きまして徳北さん、ナチス戸籍と婚外子差別の交流会の方のメンバナチス戸籍と婚外子差別交流会の方北と申します。婚外子差別の問題について、若干現在の課題をお話しさせていただきたいと思います。2013年に最高裁で、相続差別規定が違憲という判断が出て、やれやれ一段落というような感じが国内ではなっていて、この婚外子差別の問題はこれで解決したというような捉え方をすることもあるんですが、実はその何が一番問題かというと、日本では婚姻内で生まれた子どもと婚姻外で生まれた子どもが親族的身分として異なる身分なのだという考え方があって、法体系もそうなっているということなんですね。で、日本は本当に相続差別の撤廃は遅れたんですけれども、その後の措置も本当にもう、国際水準からはかけ離れた状態になっています。で、婚外子の相続差別というのは、20世紀の後半まで多くの国であったんですが、その相続差別を廃止した国というのはほとんどが、その後婚外子法制全般を見直して今では婚姻の有無によって子供を2種類に分けないというのはもう国際的な標準になっているわけです。ところが日本の場合はこれに対してどういう政府見解を持っているかというと、日本は法律婚主義であるから、法律婚を正当とすることによって、嫡出子と嫡出子でない子という2つに分かれるのが論理的必然である、これが政府の公式見解です。これは2019年の子どもの権利委員会で
政府が答弁したそのままの文章がそうなっています。じゃあ国際的な水準はじゃあどうなっているのかというと、同じその2019年の1月に行われた子ども権利条約に基づく日本審査の中で、仮想化委員というこれは読者の委員ですが、日本国に対してこういう提案をされています。すでに第一歩を踏み出して、相続を同等にされたのですから、それ以外のことにも着手されたらどうでしょうか。それは着手でないこという言葉を完全に法制度から廃止して、それに伴って全ての制度を見直すということですよ。で、私たちは21世紀に住んでいるんですけど、着手でないことなんていう概念はもはやないんではないですか。そういうのがあるのは日本だけですよというふうにおっしゃってるんですね。だからもうこれは国際的な基準なんですよ。親の婚姻によって子供を二つに分けてはいけない。それをまあ延々と続けて、法律婚だからこれは結果の必然的な結果なんだというまでに言っているわけです。しかし法律婚主義っていうのは要するに法律で婚姻の規定があるというだけで、実は国連加盟国は全て法律で婚姻を規定しています。つまり法律婚主義ってないんですよ。で、日本だけはその法律婚主義をまさにその婚外差別を正当化するだけのためのいつもの その枕言葉のように使って、二つに分かれた当然だとこういうふうに言っている。で、この決定的な違いは非常に大きいと思います。で、今法制審議会で明治民法制定以来といわれる親子構成の見直しが行われています。で、その中でこの着手という用語について、これは差別的ではないかと、これは見直した方がいいんじゃないかという委員会の意見もあったんですが、中間試案が先ほど出されて、パブコンにもかけられましたけれども、今回の法改正の中でこの言葉は見直さないということが決まっています。で、これだけ乖離しているんです。で、これは最高裁も非常に大きな責任が私はあると思います。だから選択議定書を個人情報の左下を基準にして、最高裁の判決が国際的な基準から見てどうなんだというその評価を受けるということは絶対として必要だというふうに考えています。ちょっと時間をオーバーしたので申し訳ありません。終わらせていただきます。ありがとうございました。次のスピーカーは東京君ヶ谷裁判誤字訴訟のお話です。どうも皆さん、ほぼ初めましてだと思います。都立高校の教員で、勤務地八王子なんですけれども、久しぶりに都心の方に、来させていただきました。皆さんのいろいろな取り組みを聞かせていただいて、ちょっと恥ずかしい感じがするんですけど、非常に地味な活動してまして、内容としては卒業式で君が代の聖書、キリスト聖書っていうのがあるんですけど、その時にただ座ってるだけということだけですね。40秒程度なんですけども、そういうことを4回ほどしまして、それに対して懲戒処分っていうのが5回ほど出されまして、で、それはないだろうということで、裁判をやってまして、で、今回の資料12ページ、13ページの方に、東京日の丸君ヶ谷署の取り消し誤字訴訟提訴っていう、のが出てますけれども、今まで1時から始まって、5回、裁判に訴えて、で、勝ったり負けたりということをしております。それでなんでそんなことが問題になるのかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、その君がいる時に、歌うか歌わないかとか、立つか立たないかとかっていうのは、個人の問題だと思うんですが、2003年ですね、もう17年以上前なんですが、2003年に東京都教育委員会が、とにかく
都内のすべての公立学校の教員に対して、卒業式、入学式において、国歌斉唱の際に、全員日の丸に、正面に日の丸掲げてですね、それに正対して起立して歌えと。でそのことを校長は職務命令を出して、徹底しなさいという通達が出たんですね。で通達というのは命令なんですけれども、で、それが今もう2021年なんですが、この春までずっと徹底されて続いている状況です。で、そういう中で私はまあ 4回歌いませんでしたみたいなこと言いましたけども、4回なのかみたいに思うかもしれません。もう17年ですか、30回以上そういう場があったわけですけども、じゃあ残り の20何回か何してたのかっていうふうに思われる方いらっしゃると思いますが、基本的に一度、起立しなかった教員っていうのは、卒業式入学式の会場にはもう入るなっていう命令が出されます。これも命令なんですけどね、いう形で、ほぼ会場から排除されるんですが、私の場合は担任している生徒が、卒業するという状態に なる機会が4回ほどありまして、で、入れみたいになって、こういう結果になっているということです。それで、この出来事なんですけれども、その、君が代というと非常にセンシティブな問題になりまして、でそれを受け入れる受け入れないというような問題が、よく議論されるんですけれども、私はこの問題っていうのは、とにかく日の丸に正対して起立して君が代を歌うという行為は、もうこれは愛国的な行為の強制だと私は思うんですね。でそういった行為を、特定の行為を公権力が強制するということ、これは非常に危険だというふうに思いました。これ2003年に思いましたけれども、今は確信を持ってそう思っています。で結局その特定の行為の強制っていうのは、これ国民に対する動員だと思うんですね。で今は教員が動員されてるんです、卒業式入学式のたびに。でも、これが生徒にやっぱり及ばないようにしなければいけない、教員の段階で何とか押し止めなきゃいけないということで、この戦いをしているということなんですね。で、裁判に勝てば、要するにその元の命令を出せという通達自体がおかしいっていう判断が出ればですね、この問題に終止符を打つことができるというふうには思ってやってるんですけれども、なかなか難しいんです。裁判所も簡単に言うと、やりすぎっていう程度の判決しか出してくれませんで、それで、やめなさいという命令は出てない状態なんですね。でそこで裁判以外のところで、もっとこの問題に歯止めをかけることはできないかということで、本日議論されている、国際人権関係の方からの働きかけというものを模索して、いろんな方たちにアドバイスを伺い、ユネスコ ILO の合同委員会の方に、レポートを出したりして勧告をいただいたりというふうなことをやっております。話が長くなって申し訳ありませんけれども、そういう形で、この運動の一端にですね加わらせていただいて、今後も頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう時間は実はもう押しているんですけれども、山崎先生もまだちゃんといてくださっていますから、ぜひ質問をしたい会でした。山崎先生に質問なんですけれども、
よく国際組織でですね、日本がオブザーバーになっているっていうのは結構いろいろあると思うんですけど、あのオブザーバーって なんとかつまりその観察するだけで全然一切縛られないってそういうものなんでしょうか。どういうふうに見たらいいんでしょうか。場合によっていろいろだと思うんですよね。で例えば人権関係でいうとヨーロッパ審議会なんかのカウンセラルヨーロッパですね、あれもオブザーバー資格あるかもしれないし、一般的に国際組織法の話なんですけどね、要するにフルメンバーでないことは間違いない。フルメンバーということは投票して決定に積極的に参加する資格と権限を持っているということですね。でそれはない。じゃあ何があるかっていうと、その組織の方は会議体か組織か、例えば日本にいてほしい、だから話を聞いて、意見を求められたら言ってほしいという関係、あとは長年のお付き合いだから入れといた方が無難だとかいう世間的配慮とかね、多分いろんなことがあるんでしょうが、そこに座ってていいよっていうレベルと、決定権はないけど積極的に座っててくださいっていう、組織体と日本との関係によって結構幅があるので一概には言えないかと思うんですけど、俗っぽく言えばそんなところだと思います。ありがとうございました。多分まだいっぱいお聞きになりたいこととかがあるとは思うんですけれども、時間が限られておりますので次に進めさせていただきます。参議院議員の水岡俊一さん、お願いいたします。ここ会場の準備から何からいろいろお世話になりました。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました参議院議員の水岡でございます。ご挨拶をというそういう立場ではないんですけれども、罪深き国会議員の一人として、私も、皆さんと一緒に戦わさせていただいているという意味で連帯のご挨拶をさせていただきたい、そんな思いでいっぱいであります。罪深きといったのはやはり私が背負っている十字架の最も大きなものが、やはり祖先学校に学ぶ子どもたちから教育の権利を奪ってしまう、そういうきっかけをやっぱりこう、我々の仲間と一緒に作ってしまったという、そういったことでありますので、この問題の解決に、私の政治生命をかけてまいりたいな、こんなふうに思っているところです。で先ほど山本さんですかね、2014年のジュネーブのお話をいただきました。私もご一緒させていただいて、議長さんはナイジェル・ロドリーさんですね。ナイジェル・ロドリーさんという自由権規約委員会の議長といいますか委員長が何ておっしゃったかね、お話になった通りです。付け加えていけばですね、その委員長がその場で、どういうふうにおっしゃったか、私の頭がおかしいのか、いくら考えても日本がやってることが理解ができない、何度同じことを言ったらいいんだ、何遍言ったらいいんだと、私の頭がおかしいのかというふうな極めて厳しい意見を述べられました。で私がその時に思ったのは、そういう自由権規約委員会等の中で話されていること、あるいは勧告であること、そういったことが日本の中にどれだけきちっと持ち込まれているかということを考えるとですね、これは本当に、今でもって日本は鎖国状態ではないか、全く外の状態、世界の国々の人が客観的に本当に日本の現状を見て、日本の死刑制度あるいは代表勧告制度やら、あるいは慰安婦の問題やら、もうさまざまな問題に対して勧告を出している、忠告をしている、警告をしている、そのことを日本人は知らない。それは一つは日本の政府の画策ですよね。
そういったものを持ち込ませない、報告をしない、和訳をしない、そういったことが今の日本のさまざまな問題を引き起こしていることになっていると私は思うからこそ、この国会にいる間、力いっぱいですね、皆さん方と一緒にですね、頑張ってまいりたい。その中で個人通報制度の問題、私も発言をしておりますけれども、なかなか政府は取り合わないです、総理もほとんど答えないです、よく知ってないんじゃないかと思うくらい答えないです。それがまあ彼らの手なんですけれども、限りなく私たちは言い続けなきゃいけないと思うし、まあ、今日お話にあったと思う、山崎先生ありがとうございました、お話にあったと思うんですが、やはり参議院の行政監視委員会、もう川田さんが控えめな人ですので言わなかったんですけど、委員長をやってですね、この国会でいろんな行政上の問題をきちっと捉えるんじゃないか、そういうことをやろうとして、この参議院で作られた委員会で彼が今頑張ろうとしてるわけね。ところが彼がいくら頑張ろうとしても、その委員会を開かせないんですよ。開かせると政府に対するいろんな問題が出てくるから、開かせないというのが与党の戦略なんですね。ですから彼は本当にこういじいじしながらですね、皆さん方の声をそういう場で、こう紹介をしながらですね、戦っていきたいということを頑張りたい、そういう思いを持って彼は今日来たんだと思います。そういう、心ある仲間と一緒にですね、皆さんと一緒に頑張りたいということを、最後に申し上げてご挨拶にしたいと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。他の議員さんもいらしていまして、山花郁夫さんももうお帰りになったんですけれども、いらしてくださいました。それから、衆議院の吉田恒彦さんの秘書さん、それから参議院の船子康彦さんかなの秘書さん、それから、衆議院の佐々木孝弘さんの秘書さんなどもお入れいただいていました。皆さんの話をできるだけ丁寧に聞いていこうという意欲がいっぱい感じられる方たちでよかったと思います。では最後に私たちの会の、まあ、代表かな長谷川さんの方から話をまとめの話をお願いします。今日は本当にお忙しい中、コロナが緊急事態宣言という中で、今日学習会が持ってたこと本当にありがとうございます。実は今国のここの参議院議員会館は自由に使えますけれども、民間の施設はほとんど使えないところがほとんどです。ですから私たちの運動というのは本当に厳しい状況に追い込まれています。ただ私が最近ニュースをずっと見ていて感じることですけれども、こんなに日本社会の民間のマスコミがですね、人権の問題をまともに扱ってるっていうのは珍しいと感じます。特に入管の問題はものすごく大きかったと思いますけれども、それ以外にもさまざまな分野で、人権侵害が公然と、公的機関から受けて、それが逆に民間のヘイトを生むと、こういう悪循環を、起こしているということをマスコミの人たちもそろそろ気がつき始めて、で今回さまざまな事例によってですね、あっちこっちで人権の問題が取り上げられるということが、起こっています。これは絶好の、私たちにとっては絶好の好機だと考えています。私たち国連人権勧告の実現をという実行委員会を作ってもう、8年になります。でこの最初の出発点は、人権問題についてはたくさんの個々の個別課題ではすごく一生懸命取り組んでいる方々がいるんですけれども、政府が
人権の問題をどんないい勧告が出ても従う義務なしっていうふうに、安倍政権の時に、閣議決定したことに対してですね、私たちはそれだったらいろいろな人権機関が集まってみんな共通するのは尊厳を持って人間は生きられるというね、これを保障しなきゃいけないんだということで私たちの会を作って、相互に個別課題を学び合いながら、行ってきました。ここに表が出ていますけれども、これまで私たちが取り組んできた、学習会、それから集会、毎年12月の、第1か第2の、土曜日、まあ、10日が 国際人権デーですので、それに合わせて集会とデモ行進を行ってきました。これも毎年行ってきています。去年はコロナでデモはできなかったんですけれども、必ず集会とまあ、できるときはデモ行進を必ず行ってきました。でそういう取り組みを通じて今日問題になってきた個人通報制度、それから国内人権機関、これがきちっとできればですね、おそらく個別の日本社会にいっぱい起こっている、人権侵害の問題が、必ず解決の方向に進んでいくだろうと、これはもうみんなの共通認識なんですけれども、なかなか進まないというのが現状です。今日山崎先生のお話で、本当にやれること、今現在あることを使って、やれること、それから人権団体がみんなこぞってですね、手をつないで、そういう、国内人権機関や個人通報制度というのをできるようにしていく、そういう戦いを起こしていこうということが確認されました。で今日3人のお三方から、個別課題についてかなり本当に一つ一つのテーマがですね、心にしみる、報告だったと思いますけれども、これをですねやっぱりみんなで解決していくために日本の国を動かす、そういう意味で今回院内集会が、院内学院で学習会が行われたことは本当に有意義だったと思います。今後ですね、私たちは、一つ資料に入れましたが、国連子どもの権利委員会に、の委員長にですね、大谷美子さんが就任したということなんですね。ですからこういう絶好の好機に今日の学習会の参加者一同ということで、できたらこんな文章を送ってみようということで今日提起しました。よろしければ、こういうものを、国連子どもの権利委員会にですね、大谷さん宛に、送りたいと思っています。いかがでしょうか。ありがとうございます。それではそういうことで具体的な行動、それから、このあとですね、私たちはだいたい毎月一遍、実行委員会を開いています。そして、2ヶ月に一遍は個別学習会を設定してですね、学習会を進めています。これからも、12月に向けて、こういう時期ですので、さまざまな人権課題についてお互いに情報交換し、問題を共有しながらですね、国内人権機関、個人通報制度、これを具体的に一歩前に進めるための、戦いを進めていきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。それと一つ資料が、まだ結構ありますので、もしそれぞれの団体ということであれば、この資料お持ちいただきたいと思います。後ろの方の資料などたくさんまだ
ありますのでご覧になってください。それからお持ち込まれた方は必ずお持ち帰りください。本当に今日はぎっしりの中身ですけれども、ご参加いただいてありがとうございました。講師の方々もありがとうございました。